坪内地下は、日本のコンサルタント。千段丸ブランドを展開する、株式会社ジブリ代表取締役。福井県出身。福井県立福井商業高等学校卒業。名古屋外国語大学中退。1986年福井県生まれ。2005年名古屋外国語。大学外国語学部英米語学科に入学。大学を中退後、山口県萩市へ移住。 2010年、萩市内で翻訳とコンサルティング業務を行う事務所を設立する。2010年10月に、知見のなかった漁業の世界に飛び込み、2011年3月、約60人の漁業者をまとめ、萩大島船段丸を設立し、代表に就任。農林水産省に6次産業化の認定を申請し、同年7月に自家出荷を開始。 漁協との調整や出荷ルートの確保、販路開拓までを手掛け、全国の漁業関係者から注目を集める。2015年より、全国に同事業の展開を開始し、現在は日本船団丸として、萩大島船団丸、須崎のみ船団丸、薩摩船大船団丸、千葉房総船団丸、北海岩内船団丸、駅限界船団丸を展開している。 2019年より日本産の和球に特化したパールブランドオイルピデスを展開。アエラ日本を突破した100人。日経ビジネス2017年最も影響のある時代を作る100人などに選ばれる。全国で幅広くセミナーや講演活動も行っている。1986年6月17日、福井県福井市生まれ。福井式田小学校卒業。 福井市名林中学校を卒業、福井商業高校国際経済科卒業、在学中にオーストラリアへ留学、名古屋外国語大学外国語学部へ入学、体調不良を理由に中退し、結婚、出産、離婚を経て起業する、翻訳会社水産の六次産業化へ、化学物質過敏症やガンなど、自身の病歴から、職の根幹となる一次産業に携わることを、 志すようになる。山口県萩市在住。株式会社ジブリ代表取締役。荒くれ漁師を束ねる力ど素人だった24歳の専業主婦が業界に革命。ありがとうございます。